芸能、戸田恵梨香、石原さとみ、長澤まさみ、境村奈々、新 CM で色香漂う妖艶な演技。戸田恵梨香、石原さとみ、長澤まさみ、境村奈々の4人の人気女優が出演する。ノンシリコンシャンプー REVER、レブールの新 CM が3月10日よりオンエアされる。普段の印象とは異なる4人の妖艶な表情と演技に注目だ。今回の CM は、私が私に戻るのに必要なことだけを、をコンセプトに、自分以外の何かを演じる女優たちが自分を取り戻そうとする姿を表現したもの。今回の CM 撮影は、コンテもほとんどなく、4人にイメージだけを伝えたほかは、すべて即興で行われたという。4人のカットを断片的に合わせた開演編のほかに、それぞれがメインとして出演する4編の計5編が用意されており、グリーンの女編では戸田が小さな動物のようにいたずらっぽくもしなやかな美しさをも女性を、パープルの女編では石原が自分の体を伝う水と戯れる妖艶な女性を、オレンジの女編では長澤がどこか不審な雰囲気を漂わせる女性を、ピンクの女編では境村がセクシーな大人の色が漂う女性を演じている。REVER 新 CM は3月10日より全国オンエア。ソース RBB トゥデイ、逃げと、境村奈々スピリッツ画像、石原さとみマナジン画像、この4人の中で、一人だけ一発やれるなら誰としたい、俺は長澤まさみと石原さとみ、なんか境村奈々だけ浮くな、てめえ、ふざけんな、4人の中で一人だけって自分で言ってんじゃねえか、俺は、荒牧類と鈴木ちなみ、俺は境村奈々か荒牧類、声よ、俺は境村、ガッキー、長澤と 3P、そうか、やっぱ戸田恵梨香だろ、そうかがいろいろあるな、この中じゃ唯一金層で失敗整形、アバズレ DQN、石原さとみかわいい、石原さとみしかいない、後はガリガリ貧乳、長澤と境村同士感だよ W、セックスはまさみ、嫁はさとみ、飲みともはなな、投票はエリカだな、あまり色気を感じないメンツなんだな、石原さとみだな、この中ならとだから長澤だな、長澤はこのメイクは今一つ、全部ダメだな、境村奈々の方向性をちゃんと考えてやれよ、どんどん気温になっていく、4人で4方向から足こきされたい、ノンシリコンとかまだやってんのか、半期隠してる W、化け物メイクやめろ、誰目線で誰受け狙って作ったのかわからないな、石原、スリーボムはどうした W、メンバーが格上げされてる、まさみにオフクリンタ、奈々に顔面ハイキック、エリカに言葉攻めされて終わってるところをさとみに総括入されたい、荒木類、綾瀬はるか、長澤まさみ、石原さとみ、宮崎あおい、堀北真希で CM やってほしい、やるだけで奥行きそうだな、ピンク、良さが全然出てなくて笑った、なんかブスメイクだな、おいおい、俺が大好物の女ばっかじゃねえか、さとみのデカ尻に上からガンガン疲れて犯されながら、まさみに顔面パイズリされながら、境村ちゃんに両乳首を立ててしゃぶられながら、エリカに脳髄にまで染み付くレベルの言葉攻めで精神崩壊させられる4セットターンオーバーこなしたい、4人中絶対に誰か選ばなければシステムだったら、戸田ちゃん、境村7外して暴力入れた方がいいよ、長澤まさみブスすぎる、このメイクやったやつしね、石原長澤境村戸田、エロい流れになるのは分かってた、長澤まさみ、長澤と境村のメイクおかしいし、境村は元気で爽やか路線で使ってあげるべき、戸田以外は演技力が微妙なメンツ揃えたな、この中で出てきた時一番可愛くなかった石原がすごく可愛くなってるけどどっか整形した、全員の魅力を妹なまでに殺してるな、アホかと、神奈井の上馬を起用しなかったのは正解、なんで自分で一人って言っといて二人選んでんの、60から70年代の日活ラングレーナとか、女子サソリとか、プレイガール Q とか、古臭いインビな感じW、いまいちパッとしないメンツだな、でかいよりからでかい DBA になったないくら、4人揃ってイベントとかはないだろうな、一番扱いやすそうな境村を一人だけ呼んでイベントは適当やりすのせ W、長澤境村、石原境村はありそうだけど、他の組み合わせはなさそう、この4人仲良いのかな、暴力サイカちゃん可愛い、長澤だけ続投でボンカリアミーかチャリーパミパミツチアンナは全員クビか、誰をターゲットにしてるのかちょっと謎、長澤境村、戸田境村、ここは進行あった気がする、他は知らない、ポンポコパンキのまさみちゃん、CMM 千代介とかシールに変わった、石原は化粧品の CM やってる、戸田恵梨香と長澤まさみ、あと、カリナと宮崎あおいが僕の中で最高の夫人、レブユーリコール長澤まさみだもんな、戸田バツ長澤ならキシャのスーハンパーな誘う、エリカにフライパンで殴られたい、戸田恵梨香だけ浮いてるな W、この女優陣の中で皆さんの嫁って誰なん、全員もっとあっさりした化粧の方が可愛い、さとみちゃん以外がうんこ、浮いてるというよりか、ズラをかぶった爆問の大谷しか見えんのだな、そういう会希望、差し払った三つ入り子は軽症で、ケツし、求められる女優になりたい、WWW、境村って石鹸で洗ってそう、境村が邪魔だな、境村じゃなく、ガッキーか勘違いしこりちゃんなら、完璧なメンバーだった、これ顔なの、長澤まさみ可愛い、これだけのメンツ集めて、このメイクはひどい、どれも可愛くない、お前ら境村ちゃんにいらなそうだから俺がもらう、いい女を揃えてるのに可愛く取れてない、もったいない、なんで境村ならみたいなブサイクボリを仕入れてんだろうかと思ったな、これ専門のパンパンみたいでいいな、境村可愛い、せっかく揃えたのに、使い方が全くのないなし W、この4人の並びでとかな、きっとってなんか違和感ある、とだって感じ悪いのにコマーシャル出演多いのがない、とだやりかの顔が変、言えてる、ブスだしブキだしできんだし、いいとこ一つもなし、体なら境村なら一番いいな、メイクしたらちょっと来い、元の良さを見事までにぶっ潰していてひどいなこれは、顔はかなり可愛いと認めるな、まさみという名前がダサくてダサくてもうどうしようもないと残念だ、女優として格が一番上だろ、ライブ B 2013年2月16放送より、境村と戸田を外してやらせとガッキー入れたら完璧な並びなのに、このメイク今度は昭和メイクのつもりなんだよね、長澤はいいけど、境村というブスはないな、まあ面がねえ、なんか人気臭そうだね、他は合格点だろうけど、長澤のみ契約更改で残留か、綾瀬はるかに比べたら戸田も石原も長澤も境村もクズ、それいいけどなんか宮崎あおいだけ浮きそう、石原さとみのフェラは最高、石原アウト、荒牧インで完璧、荒牧類、綾瀬はるか、長澤まさみ、石原さとみ、北川景子、堀北真希、これならいい、それぞれの女優のアンチが集結してるな、髪はノンシリコンで優しくとか言ってる割には、肌には優しくないコッテルメイク W、パンパンメイクは良い意味でも悪い意味でも女を気に付かせるな、本カリアさんとかチェンジ、堀北様に比べたこの4人なんてザコ、堀北様がケンシロウなら、この4人はジード、堀北様がソングクースーパーサイヤ人なら、この4人はレッドリボン、ソングレの開きがあるわ、ルックス、演技力、格の全てにおいて、まあ戸田氏も解任、境村、言うまでもなく解任、かっこ超、まあ J1J2 の入れ替えだな、石原こと石並も迷った若い人、もっと面構えのいいのがいるだろうし、探したらいるだろうし、メイクがすごすぎて、何も言えない、拙者はやめかけて、全然似合ってないスタイリングだと思うんだけど、誰とく、チョンクサイメイク、戸田恵梨香って徐々に関西のおばちゃん化してきてるよな、あっちの人ってなんで地域性な人相に出るんだろう、石原さとみは外せ、土屋アンナとキャリーは外されたんだね、二人はどちらかというと髪が傷んでいそうで綺麗な印象がないからね、総武者記、上戸彩、カリナ、こっち路線の方が好きだ、狂犬戸田恵梨香、彼と姫石原さとみ、わがままプリンセス長澤まさみ、レイダラボッチ坂井村、なんでこのメンツにしたんだ、求められる女優になりたい、元 AKB 前田敦子、綾瀬はるか様に比べたら戸田恵梨香も石原さとみも長澤まさみも坂井村ならもかす、まとめて消えてほしい、UGE、言われなしゃ誰か文化ねえよ、美女が通用するのは長澤だけ、ヒカちゃんも入れないでどうする、吉高はいらない、日本にレブール現象とかいうやつ、大嫌いなんだな、大人で勝つになんだよ、磯山さやかかと思ったら、長澤まさみだったでござる、佐々木朗子もいるね、石原はパチンコ CM だけやってろ、勝つにさゆり、いつの間にか綾瀬が別格になっちまったよな、全員臭そう、石原さとみはスリーボムみたいなシャンプーじゃなかった、あの巨大さだけはな、長澤まさみ可愛い、この CM よりメルサボンの CM が大好き、音楽の映像も美しすぎる、石原のブランチの本カリアに見えた、半期様にいじめられたい、この中じゃフライパン持った戸田一宅では、肝心の髪が全く綺麗に見えないけん、ああ長澤さいなしゃ最高なのに、なんでメーカー名を書いてないの、書いてもわからないから、メイクのせいで長澤は DBA に、長澤さんが余計おばさんに見える、レブール、メイキング、
これだと石原さとみだけは美人に見える。1980年度、31歳。加藤愛、深田恭子、熊田陽子、安田美沙子、上原隆子、中島美嘉、岸風、宇多田ヒカル。1983年度、30歳。狩野水川、浅見、長沢直美、宮島、小倉優子、藤本美貴、平山、山田愛。1984年度、29歳。綾瀬はるか、山田優美村、栗山千秋。1985年度、28歳。上戸は宮崎、青い、総武士、加藤朗、坂地、国士、堀加藤、夏木、中川翔子、後藤真希。1986年度、27歳。井上真上の樹里、石原さとみ、安塚、新宇、北川景子、沢尻、江里、岩佐、成子、松浦綾。1987年度、26歳。長沢まさみ、境村、七鈴木、安本、狩野由美、倉島、中川直美、1989年度、28小島ひな、AKB48、秋元才加、AKB48、1989年度、24歳、中田とやすし、桐谷玲、黒川、里島の小林涼子かな、1990年度、23歳、北野金、福田崎、谷村美月、大成や南沢、直橋、元健作、戸田、長沢、石原、境村、境村さんは筋肉マンバナだよな。俺的には、石原さとみ、長沢まさみ、控え羊、堀北真希、福石和江、松島直、長野となでしこと友人の最高峰だな。エキストラやったときにとがみたけど、痩せすぎて気持ち悪かった W、人相もなんか悪い感じしたし、お前俺 W、別取りとかつまんね。前の CM のレズっぽいのが良かったのに、風邪ひいて体調悪かったんだろ、それ OP だな。戸田が一番ブスなのに一番惹かれる、長沢いいな。優しい時間のあずちゃんかわいいかった。生境村見たことあるけどとんでもない美女を出してたけどな。あの顔で急凍にスタイルはやばいよ。君の年代がわかりそうなメンツだね。境村は大根、A 村はいらない。以前のタブラキみたいな豪華 CM には負けるね。里美ちゃんだけでよくない。南沢直って若いんだな W。暴力と竹が入ってない。石原だけ断トツに綺麗だな。口隠して、不憫な子。下手に可愛くなければ暗記も個性で女優やれるのに。戸田の話題が多いな。なるほど名前が最初になるわけだ。そうかわらわら W。芳香剤の CM の時の石原里美が最強。あの石原里美ならそうかに入ってもいい。やっぱり戸田が一番だな。美人だし演技うまいし、乗り込むの活動にはわからんのだろうが W。戸田は半期な化け物。武士はそういうかいだな。長沢は断流でいい。戸田以外原型とどめてないな。言うほど半期ひどくないよ他の造形が完璧だから半期がちょっと目立つだけで。演技もはっきり言って全員好きだわ。美人はいいの。戸田ちゃんに近く。根拠なきシリコンだらけを知っている三企業の広告塔 W。戸田エリカは新宿2丁目での岡マスナックのままっぽくね。まあ本人には戸田エリカにそっくりとは口が裂けても言えませんがね。かっこ超悪い意味でそっくりですわ。エイクラって石の卓球に似てない。まさにどんの写真ひどい。石の卓球に悪いだろ。かっこ超モデル二人切り捨てたあの二人の方が好きだった。サブカルかっこぽいけど女優使いまくって椿の二枚の香りがする。半期唇ゲルゲ、ほうれい線、ひらめ、境村ちゃんはナチュラルメイクの方が可愛い。土屋アンナ下ろされたんかい。中途半端女優三人か。グッキーとバッキー入れ替えろよ。この四人のうち誰が彼女でもめちゃくちゃ羨ましいな。誰らしい自慢できる。でもクビになったアンナともう一人の娘じゃ見よう。そういうことか。まさに可愛い。四人中でもこじはる一人にかなわない。ババアかなすげ。まさにはメロンの CM の方が似合いそう。てっきり爪のご両親が入るかと思っていたよ。戸田エリカ、石原さとみ、長沢まさみ、境村七と乱交したい。そうかと関東連合に入ればできるの。ジョリパンメリスとか、綾瀬はるか様に比べたら戸田エリカも石原さとみも長沢まさみも境村七もカスアイドル。綾瀬の爪の赤でも煎じて飲めよ。みちるちゃんドラマ面白いよ。このメイクはダメだな。目の周り黒くするのやめようよ。ホラーじゃん。納得。おっぱいだけでも一本金出てるよね。大根が入るのか。美人女優として通用するのは長沢だけだろ。本からや。戸田石原境村。よって前作からグレードダウン。全員に合ってない W。完全に滑ってるやん。ださ、失敗 CM。とりあえず暴力とかいう両親ブスをねじ込んでこなくてよかったわ。ノンシリコンの何が良いのか全く説明はないけどノンシリコンも売りにしてるシャンプー。実感関係なく CM だけで高いシャンプー買ってくれるほど甘くないんじゃないか。石原さとみかは最近、レブルレブルってすごいな W。こっちでは女の漫才師が CM やってるけど W。画像見たらレッカブスばっかりではろた。戸田エリカ、石原さとみ、長沢まさみ、境村で色かを感じたことがない。この CM のせいでなぜか製品イメージが下品になった気がする。メルサボンのピンクの香りのシャンプー作れ。長沢ババアらしい CM があってない W。石原と戸田だけだな。メイキング見るとそんなに悪くないな。自分以外の何かを演じる女優たちが自分を取り戻そうとする姿を表現したもの。作品のコンセプトすら見ずにああだこうだ言うばかな多いような。こういう連中がよく使うごましたで。マーニー CH の低年齢低能かなよくわかる W。はよ、あかん、やで、やん、かっこ、震え、ETC、戸田エリカ、シャンプー RE VER、かっこ、レブール、新 CM メイキング、3月10日、境村7 VER、長沢まさみ VER、石原さとみ VER。